これは国宝級や。銅の森くん最終形態。銅の森くん X 商標登録申し込み中。お化けトランプ。あいつがやっぱ巨大化したのか。まあお散歩からですよね。基本的な能力はもう手に入れたから、何か基礎的な能力をアンロックしてから探索しようは特にはないかな。なのでもう探索から始めちゃっても良さそうだ。まあとりあえず上に行ってキブリンボックスを解放してからの方がいいのは変わらないので、まずは上に行ける手段を。何かが詰まっているようだ。ああなるほど、ここ開けばこの下の地下水路通れるんだね。うわー水場だー。落ちないように注意しなきゃ。でここで、おパンじゃん、パン屋。うわおいしそう、パン屋。とりあえず今は我慢して上へ登り、よし、ここもゲートがアンロックされて、広そうだね。マップが大事って言ってたけど、おお。お、あそこにも困っている人の声が。どこから登れるかな。ここだ。はあ、頭が痛い。今回の風は辛いな。温かいご飯が食べたいのに停電のせいでオーブンが動かない。美味しそうな冷凍キッシュは温められない。どうしよう。ウーバーイーツでいいんじゃない。あの電力装置がまた壊れたのかな。今月に入ってもう5回目だよ。お腹は減ったけど、明日大家さんが修理するのを待つかな。ぐる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 、魔法陣以上のぐるぐるだ。もしかして凍ったままでも食べられるかも。いただきまーす。カチン、カチンコチンに固まってるよ。あー思ったより硬い。そうだ、ヘアドライヤーで温められるかもしれない。いやだから電気が。あったあった、電池式のドライヤーなんて買っておいてよかった。そんなのあるのか。よしドライヤーさん、君の力を見せてくれ。時間がかかりそう。無理だろうな。風なんてひいてなかったら隣の建物の屋上に上がって電力装置を直すんだけどな。誰か直してくれないかな。チラチラで行きましょうね。ただ隣の建物と言ってたから、どこからか登れるところを探しつつ、お、これで足場ゲット。細かいものの影の部分とかもちゃんと見ておきたいな。そういうところに電球があったりするからね。パタン、しまった。あそこなんだろう、薬局とかかな。よく見るとキブリンボックスにラベル、北住宅地があります。電源をつけますか。不具合です。30個のエネルギー食わせてやるよ。これが好きなんだろ。モグモグ、起動開始。こいつ電力なんて食い始めましたよ。やっぱり好きなんすね。ハローワール。固めだ。キブリンボックスは作動していません。キブリンたちを連れ戻してくれますか。はいよ。ネズミさんありがとうございます。追跡システムでこれで街にキブリンが発生する。ミニオン出た。潜水服で、このキブリンボックスも何種類かあるんだろうね。電線はとりあえず見かけたら、はい、行き来をできるようにしておいて、
屋根の上とかこういう高いところはテンション上がるな。自分自身は高所恐怖症だからそんな上がるとか無理だけど、ゲームの上ではこういう高所は楽しい。お、ここ上下にも通り抜けができるのか。隙間に電球見っけ。あっちにもある。一旦電線を解放。やはり反対側は塞がれていたから、見つけ次第解放をして、水の音が小気味いいな。水場に落ちることはむしろできないって感じか。お、いた。お、そこのお嬢ちゃん、こっちやこっち。お嬢ちゃんなの？あんたがスピリットガーディアンのネズミやろ？噂を聞いとるで。自己紹介がまだやな。大発明家のキダイブや。なんとキブリンが感電死なしに水に潜れるダイビングスーツを作ったんや。それがあればネズミもいけるかな。なんでそんなもん思っとるやろ。または言うで、なんでやらんのってな。必要ないもんを作るところから素晴らしい発明ができる。おっとっとと、熱くなりすぎやな。実はな、ネズミくんの助けが必要なんや。キブリンボックスが嵐のせいでボロボロに壊れたの見たやろ。そうだね、嵐とニュースと関ジャニのせいでボロボロになってたね。その部品が水路に落ちたのを見て、今こそマーク3ダイビングスーツを試す時やーってひらめいたんや。でも厄介なことにな、部品は金属やから手では持たれへんのや。特別な道具が必要や。クレーンとかで助手がいる。いつもは仲間が助けてくれるんやけど、今は橋で別の部品を探しているんや。せやからネズミくん、わての助手をやってくれまへんか。はーい。クレーンゲーム的なやつで撮ったりすんのかな。よっしゃー、一生に一度あれかないかの大仕事やで。あったね。わてが必要な部品を言うからバチバチとしてこっちに送ってくれや。おう、ほな準備はいいか。始めるでー。バネバネ。ん？え、違う？なんで？まずは導線。導線、導線。これか。導線というと、ゴマキの弟が盗んで捕まったあれを思い出した。金属の棒。お疲れさん。初めてにしては上出来や。こいつは名付けて、銅の森くんや。この怪物を試すときやで、ダイブや。ウィー。それ浮上できる？ヒュー、見つかった。大物やで。それ森絶対必要なかったでしょう。げ、水の中にはまだ2つ部品があるや。もっと強い森を作るで。考えがあるんや。わてに材料送ってや。もっとなんか回収しやすいなんかあったでしょう。はい、導線4つ。こりゃすごい。最初のより強そうや。そうやな、これはスーパー銅の森くんや。あ、今度の方がちゃんとキャッチできそう。ほな行くわ。森っていうか普通にマジックハンド的な。ウィー。ここで BGM 止まるからやらかしたかなって思っちゃうよ。ヒュー、泥の中にしっかり埋まってたわ。水の中にはいろんなものが沈んどる。おっかないでー。ギャー、また壊れたな。ほんじゃ最後の森作りといきましょうか。さっき最後の部品を見たんや。世界最強の銅の森くんを作ろうや。はあ、できるかな。最後のはすっかり待ってるんや。工作の時間や。準備はいいか。歯車メタルギア。また歯車。一度逃げよう。バネー。
金属バー当選。これは国宝級や。銅の森くん最終形態。銅の森くん X 商標登録申し込み中。最高の作品や。すぐ試さな、ダイブや。武器としてもツールとしても使えそうだ。ウィー、ウィーユー。ネズミくん、よく頑張った。キブリンボックスの部品を全部見つけたで。いい仕事やったで、おおきに。あんたのおかげで、銅の森くん X という対策も作ることができた。今度は壊れない？来週のキブリン科学者会議で、あんたの名前も一緒にこの発明を発表するさかい。安心してな。それに、スピリットガーディアンのネズミくんが何か作りたいときは力になるからな。お、これで新しい何かツールを作って行動範囲を広げてくれるのかな。ぴったりは挟まったね。みっけ。こんばんはネズミくん、何かご用ですか？キブリンたちを助けている。それは素晴らしい。私たちのキブリンボックスがさっきの雷でめちゃくちゃになってしまったんです。部品が散らばって、しかも人間たちはそれをゴミ箱に捨ててしまいました。部品が戻らないとキブリンボックスはこのエリアの停電を直せないのです。なんか工作系が続くね。人間たちをがっかりはさせられませんよ。そこで私たちの出番です。私はプロの回収業者ですが、ゴミ箱に捨てられた部品を見つけるのに君の助けが必要です。部品はとっても重いのです。ネズミくん手伝ってくれますか？えいよ。やった、金地近所のゴミ箱を見つけて4つの部品を回収しましょう。部品は近くにありますよ。お、ついてきてくれる。話しかけもできる。